台南孔子病にて展示されている、筆筆は、古代中国のチター族の発言楽器。古装に似て、木製の長方形の銅に弦を張り、弦と銅の間に置かれた駒によって、音高を調節するが、弦の数が25本ほどと多い。八音の糸にあたる楽器の一つで、後世には、祭祀の音楽である、画楽専用の楽器になった。筆の歴史は、極めて古い。文献では、 古事とともに、金室と併称され、最も古くから見える、弦楽器である。始経、諸教をはじめ、先進の文献にしばしば見える。来期明道異変には大室と小室の2種類の室について記述しており、複数の種類の室があったことがわかる。考古学的に古いものとしては、古南省庁佐流上郷一号祖母から室が、出土している。出土した質の多くは25元だが、 24弦や23弦のものもある。馬王大幹部から出土した25弦の質は、こと字の位置が比較的はっきりしており、五音音階に従って調弦されていたと推定される。つい、当まで、円楽の内神学の伴奏楽器として質は残存したが、壮大以降は祭礼に用いる、画学専用の楽器になった。南壮の京は、質の精度を定めた。元の熊友記は、 質不六感を表した。これは質に関する最初の専門書だが、各言に、王式から王将までの十二律を順番に当てはめており、今日の方式と全く異なる。民の種始めも、質不十感を表した。焦燥院に、質の残欠一丁がある。現在の雅楽では用いられない。民学の質は十四元だった。質の起源について、様々な伝説がある。 両子春秋には、炎見角の時に五弦の質が作られ、行の時に十五弦に増し、春の時に二十三弦に増したという。式には、元五十弦あったが、音が悲しすぎたので、皇帝が半分に割いて二十五弦にしたという話が、見える。ふっつぎが質を作ったとも言う。ありがとうございます。